本当に FA するのかよ。当たって欲しくない予想が当たって最多勝の池本が FA 宣言した48年目やっていきます。他にも最優秀中継ぎの津田、二遊間一番手の栗本も宣言となかなか見きつめな流出。契約公開では特 A、竹澤を自由契約に、カウリーが帰国しました。今年もファーストサード以外全部欲しい。二遊間は去年いい指名ができたので優先度ちょい低めでも良さそう。転生は中日柳、ヤクルト塩見。本当は塩見が欲しかったけど転生はたくさん競合するイメージがあるので避けて矢田を指名。単独指名成功。なんだけど塩見も単独で下だったら行くべきだった。2位で3球種持ち高卒先発の越後。3位でも3球種持ち先発の沖。4位でロマンホー水口を獲得してドラフト終了。にしても今年ミート G 多すぎない。FA は栗本が C ランクなので保証なしで阪神に、成長限界がネックで早々に放出した古谷がロッテに、池本が広島、津田が楽天に移籍しました。保証は転生6年目の中島拓也と、欲しい選手がいなかったのでとりあえずキャッチャー取っときます。普段は出ていった選手をもう一回取ることはないんですけどキャッチャー育成したいので自由契約で長峰を獲得。留学ではオールイと、消さなくていいと思ってたけど他にいないので辻田の赤徳を消しました。キャンプではサードの木田をショート、ファーストしか守れなくて出番が代打しかなかった10年目の二宮を外野にコンバートさせました。今年の開幕投手は青柳が衰えてきたため今永、古関、滝本、榊原といった若手を積極起用。活躍するかは置いといて良さげな選手はいるんです。中継ぎはそろそろ抑えの藤原の後継を考えたいけどパッとしない。衰える速度が速くなってきたのでそろそろやばい。野手はコンバートした二宮、溜めてた潜在能力でミートを B にした草柳、人的保障の中島らを下位打線で使ってみます。外野がまだまだ不安なので新助っ人のボイルを獲得。なかなか活躍してくれてなかった大宮がついに活躍したと思ったらアキレス腱断裂で持ち味の走力が30下がりました。それと前回積極盗塁ある前提で話してたけど持ってなかったですおかしいなぁ。ということでシーズン終了、73勝68敗で2位。主力が3人抜けてもこの位置。衰えたと思ってた青柳が最多勝最優秀防御率で復活。4年目の滝本が2桁勝利といい感じ。それでも全体的に防御率が悪くなってきてます。中浜、岡本がタイトル獲得、ミートを上げた草柳もそこそこの活躍。コンバートした二宮はこれぐらいだったら代打のままでもいいかも。途中加入のボイルは助っ人って考えると良くはないけど枠が余裕なので悪くはない微妙なところ。可能性を感じて残したキャラガーはダメでした。1位やだ、普通に大当たりだった。さっさと留学行かせてスタメン固定しましょう。2位越後、特能も持ってたので普通に活躍してくれそう。3位沖、一発は嫌いだけどのビビーと一緒だとなんか好き、消すけど。4位水口、忘れた頃にやってくるルーキーの劣化。4位で弾道4を獲得できることなんてなかったから完全に油断してました。てかミートにって、ボール当たらないでしょどんな成績残すんだろこれ。来年固定しようかな。48年ドラに岡山、去年引退した朝山同様安定感がなかったので放出、移籍後は普通に安定してたみたいです。
去年も34試合投げて1点台だったのにあっさり引退してました。といったところで今回はここまで。よければチャンネル登録、高評価、コメントしていってくれると嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。